どう？めっちゃうまいっす。分かった。いや、今日とんくつ？今日。おお。気をつけて。ね。うん。鼻でかいから。お前の苦手な洋平くん。こっちで。あ、いる。おい。しっかり映す。いや、もうこっち。いや、ここで山なんど。近い。終わった。ネオス。誰がいる？いない。木村翔太選手のインタビューを自分がしようと思ったんですけど、同部屋にいじられキャラの先輩明道選手がいるのでお願いしたいと思います。お願いします。じゃあ翔太、自己紹介お願いします。はい、30番木村翔太です。はい、あ、はいはい、まあ山田から来たっていうことで、富山の印象はどうですか？雪が多いです。ですよね。まあキャンプも半ばに来たんですけど、まあ、チームの雰囲気とか練習とかどうですか？いや、キャンプは本当に明道さんが選択をやってくれて、まあ、何から何までやってくれるんで、まあ、非常に楽に過ごしてます。それはよかった。翔太の中で富山といったらこれっていうなんか食べ物とか場所とかありますか？僕が気になったのは富山のブラックラーメンですか？食いたいですか？食べてみたいなと思いましたけど、じゃあどうですか？いや、そうですね、うまいと思いますよ。味が濃くて好きな人は好きだと思います。まあ、あのキャンプ終わったら食べに行ってください。はい、連れてってください。ああ、じゃあ一緒に行こうか。はい、じゃあ最後に、サポーターの皆さんに、今年1年の抱負をお願いします。はい、頑張ります。以上です。